今日ワルターキンは来ているのか。ああ、何事もなかったか。驚いたな。面の皮が厚いと。そんなに驚くようなことだったか。あの力。呪法というやつか。確かにあの力を使い続けてきたせいで徐々に。ただの性分だと思うかな。まいったね。そうだな。分かったよ。本日の任務はセントラルの周囲にあるオルダム貧民街で起きている暴動の鎮圧です。皆さんも知っての通り、民主主義という大陸の政治思想が平民に浸透し始めています。貧民街でその民主主義が急速に広まったのはサウスフィールドの難民が流入してきたからだろう。はい、その一部が暴徒化し略奪行為などが横行しています。早急に鎮圧してください。ただし暴徒化しているのは騎士や傭兵ではありません。皆戦闘に慣れていない平民です。できるだけ傷つけないよう捕獲してください。了解だ。暴徒に配慮する必要なんてあるの？敵は敵でしょ。普段通り遠慮なくやらせてもらうわ。ブルーフォックスはこれまでの戦果によってセントラル内でも名声が高まりつつあります。あなたたちが出向けば耳を貸して刃を下ろす者もいるかと。そうだね。なるべく血を流さぬよう努めよう。手加減をして戦うなんてごめんだわ。強引に暴動へ加えられてしまった弱者だっているはず。彼らは傷つけないようにするんだ、ワルターキン。力も意志も薄弱だからそういうものに組み込まれてしまうのよ。自業自得だと思わない？君は。俺たちは戦うことが仕事。殺しもするが、今はヘンデコーからの指示を守ることが最優先だ。さっさと行くぞ。ブルーフォックスが来るなんて聞いてない。勝てるわ。ふざけるな。よだれ死ぬのが嫌で立ち上がったんだろうが。でも混沌としているな。民主主義など現実味のどうかな。正しくいいすか。あんなものは運動ではない。今自分の命を危険にさらしてでもこの戦と何を願っているのか。普通の暮らしを送りたいだ。やり方には疑問が残るものの頭ごなし。とにかく俺たちがやるのはこの場の鎮圧。それとほらちゃんとして。敵は目前なんだから。分かっている。再度忠告させてもらう。はいはい、分かってるわよ。
避けきれるか。陣形を整えろ。そう、敵部隊撃破。了解。失うもの、あの人たちが必死な、それでもここは穏便に済ませるべき。了解。分かったわ。衝撃波。了解。このまま突っ込む。心得た。衝撃
形を整える。そう、敵部隊撃破。向かうね。今行く。対象撃破。騎馬兵まで出てくるとは。これで少しは楽しみ。ダメだと言っ、私は誰の指図も受けん。敵が来るぞ。ワルターキ、イスカリオン、集中しろ。わかった。向かうね。わかった。了解。このまま突っ込む。了解。心得た。わかった。向かうね。逃がさない。対象撃破。速やかに向かう。了解。このまま突っ込む。強くなったみたい。
やだ、加減を間違えちゃった。ワルターキン、次は気をつけるわ。何人殺した？10人くらい。彼らは民主主義などという無双に踊らされた哀れな人、罪人だからといって無や。ボートを鎮圧できた。ブルーフォックスが無抵抗な平民を殺し、そういう話が市中に広まる。ここまで積み上げてきたものがそれはそれで楽しくなる。わざとだろうね。フレダ、さっさと収束させるぞ。ああ。テガリア軍港がトルベルト・シビア帝国に奪われて半年余りが経過した。王政府は何度も部隊を送り奪還を試みたが、オズマルド・シールカ率いる駐屯部隊によってそれは幾度となく阻まれた。ただオズマルドの部隊は進軍するでもなく、その場にとどまるのみで、王国側は動かぬ侵略者たちに対し不気味さを感じていた。ブルーフォックスはセントラル近郊にある貧民街で繰り広げられていた暴動の鎮圧に当たった。ワルターキンが一部のボートを殺害するも、結果的にはその行為によって参加者全員の戦意を喪失させることに成功した。だがワルターキンの暴挙が明るみに出たため、ブルーフォックスが無抵抗な平民を一方的に殺したと悪評が立ち、民衆からの評価を落としてしまう。同時に主であるウィリアム・ヘンデ公爵の元老院内における名声も一部凋落する動きが見られた。ウィリアム・ヘンデ公爵はそれらの悪評に動じず、サウスフィールドの地固めを続行。わずか1ヶ月余りでサウスフィールドの実権を完全に掌握するに至った。ロレイン、テガリア軍港の状況、理由を聞かせてもらえますか？俺たちでテガリア軍港を帝国軍から取り返す。え？ですが。ヘンデ公は今サウスフィールドにご就寝だ。そのせいでヘンデ公の派閥に対する批判が今のところ大きな問題になっていない。俺たちが軍港を取り戻せば、ヘンデ公のサウスフィールドへの介入に目を向けるやつなんて。方法はあるのですか？王国軍がこれほど手を。ああ、確実に取り戻せる。わかりました。感謝します。どうだ？はい。とにかく承知しました。